おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も絶望プリズンの続きやっていきましょう。 BGM がなくて寂しいから、とにかくザッザッザから進めていこう。よし行こう。あ、オッケー。そうだね、前回ヤンキーになんかナンパされてたまちちゃん、うさぎの格好をしたまちちゃんが、なんか新しい九条しんのすけっていうヤンキーキャラクタークラスメイトになんか違うって言われて去られた、ある意味振られたぜみたいなところで終わったね。よしやろうね。怖かったよ、死ぬかと思ったよ。大変だったね。よしよし。怖い思いをさせてしまいましたね、マチさん。しかしその甲斐あってドッペルゲンガーの正体が明らかになりました。今回のドッペルゲンガーはしんのすけくんで確定ですね。なんかあっさり分かっちまったな。噂になっていたヤンキーを襲う獣というのは、虎柄の特攻服を着て虎柄のバイクに乗っていたしんのすけくんのことだったんですね。現場に落ちていた牙もおそらくバイクの装飾だったんでしょう。ああ、だけどしんのすけがヤンキーを襲う動機はわけわかんねえな。そうだね、なんか泣きながらごめんなさいって謝ってたよね。うん、それにヤンキーを気絶させた後私には手を出さなかったし。じゃあ彼は闇雲に人を襲っているわけじゃなくて、ヤンキーだけに狙いを定めているんだね。ますます狙いが不明ですね。じゃあ今回はしんのすけのドッペルゲンガーがごめんなさいと泣きながらヤンキーを襲う動機を調べるってことか。そういうことですね。じゃあ早速調査を始めようか。クリア。なるほどね。じゃあまあ消費して進もうか。なんかさ、2章の途中でさ、こう全然知らない女の子が出てきたよね。でその女の子がなんか、あいつどこ行ったのよバカみたいなこと言ってたから、なんか多分しんのすけくんのことを探してたんだろうね。じゃあ、あ、なんか全然人いないわ。あ、人いっぱいいるわ。あ、4人グループ、ちょっと最初にここ行こう。アリスさんだ。こんな夜遅くまで遊んでいるのか。新作のコスメも買えたし、お気に入りのショップも回られたから結構満足かな。あ、でもせっかく原宿来たんだし何か食べて帰りたいけど。こんな夜遅くまで遊んでいて大丈夫なのかな。まあ俺たちも人のこと言えないけど。ウサギさんは？あれはウサギさんだ。こんな夜遅くまで遊んでいるのか。そうだ、彼女にしんのすけくんを見ていないか聞いてみよう。へえ、聞いちゃうんだ。オカルト部の転校生ちゃん。確か名前はのぶゆきだけど。そうそう、のぶゆきだ。のぶゆき、興味ないから忘れてたわ。興味ないって、まあいいけど。あのさ、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。なんかさ、上位カーストの子たちにこうちょっとどもって話しかけるみたいなところがちょっと陰キャっぽくて面白いね。リアルだわ。ちょっとこの辺りでしんのすけくんを見てない？しんのすけ？ああ、あのヤンキーくんか。見てないよ。そっか。ありがとう。どもりすぎだろ。あ、でもここ結局あれ？そっか、記憶なくなるのか。ドッペルゲンガーに襲われた時の事件の記憶っていうのは消えるんだっけ。でここ2人だけで行動してるのかな。ってことはこっちに2人がいるのかな。相変わらずハングリー見てるね。あれはアンさんとミカコさんだ。こんな夜遅くまで遊んでるのか。ん、
君はオカルト部の。いやそうだ、二人にしんのすけくんを見ていないか聞いてみよう。ねえちょっと聞きたいんだけど、この辺りでしんのすけくん見なかった？しんのすけくんってあのヤンキーの？見てないけど。そっか、ありがとう。これだけかーい。なんだ、なんか前回のショーの反省とかそういうのあんのかと思ったのに何にもないね。とりあえずここ、どうしようかな。なんか多分この子がさ、前回のさ言ってた誰だか分かんない子じゃない？さて片付け頑張るぞ。今日はあいつに会う約束もしてるし急がないと。あれは運動部の人かな。なんか急いでるみたいだし話しかけないでおこう。あ、なんだ、違うのか。じゃあ多分あの大勢いるところに行くのが正解なんだろうな。ちょっと行くか。ちょっと先生はいいや、なんかボソボソ喋るだけだし。今回のドッペルゲンガーは九条しんのすけくんで確定ですね。うん、あとは動機が分かればいいんだけど。とにかく彼について調べてみましょう。そうだね。やっぱり犯人は化け物ではなかったんだな。そうだね。でもまさかしんのすけがドッペルゲンガーだったなんて。それにあいつが泣いてるとことか初めて見たしな。一体あいつの動機は何なんだ。なんだろうね。まだこの格好してたの？あ、そっか。あ、続いてんのか、まだ。あ、怖かった。ごめんね。いや、いいけどさ。でももうあんなおとりみたいなことはごめんだな。そうね。はい。しんのすけくんがドッペルゲンガーなんだよね。しんのすけくんとはあまり話したことはないけど、正直ちょっと調べるの怖いかも。怖い？ヤンキーだから？結構喧嘩っ早い性格って聞くし、変な態度取ったら殴られそうっていうか。それは気をつけた方がいいかもね。ああ、ブルーンブルーン、外に九条しんのすけくんがいる。ライブハウス。こっち、ヤンキーの人たちが着ていそうな服。バーは別に何もないね。何これ、関係ないね。じゃあ先生に話を聞きに行くのが正解だったの？なんか私めちゃめちゃ遠回りしてんだ。じゃあどうも。先生まだ学校に残っているみたいだ。何をしてるんだろう。全然仕事終わんねえ。あれもこれも残ってるし、めんどくせえな。ブツブツ。先生は仕事に対して愚痴を言っているみたいだ。仕事って大変なんだな。あれ特に何もない？ゴミ箱。ゴミ箱調べても先生になるんかい。じゃあスキップ。あれじゃあ違うのか。他に、ちえちゃんがいる。あ、ちえちゃんじゃない。ちえちゃんは狼ゲームです。なんかさ、髪色？この、きよこさんの髪色がさ、ちえちゃんの髪色とすごい似てるからさ、つい、ちえちゃんって言っちゃう。あれは、きよこさん？もうとっくに下校時間は過ぎてるのに、なんで学校に残ってるんだろう。あら、信之くん。どうしてこんな時間まで残ってるの？勉強に集中していたらこんな時間になっていましたの。だから迎えの者を呼んでいるところですわ。迎えの者？ええ、私登下校は車なの。専属の運転手がいるのよ。へえ、きよこさんってお金持ちなんだね。あ、関係ないんかーい。ここ九条くんの、あ、結構座席表がくっきり見える。座席表だ。これを見れば誰がどこに座ってるのかわかるみたいだ。なんかすっげえ空きあるね。なんでこんな左に偏ってんの。ここだ、九条しんのすけくん。でも何も関係ないみたい。なんだこれ、かわいい猫のシールが貼られてる。これって
ルイ君の着てる服のキャラクターじゃないか。最近流行ってるキャラクターなのかな。これは誰かの体操服が置かれている。あ、吉峰ルイ、これはルイ君の体操服か。少し不思議な気持ちになるのはどうしてだろう。ちょっと、もうダメよ、ルイ君は私のよ。プンプン。これは何かのランキングが書かれてる。何、俺的可愛い子ランキング。これさ、絶対にキスケくんだよね。第1位西村静香、第2位白川杏、第3位猫脇町、第4位森園うさぎ、第5位河原美香子。こんな髪教室に置いてて大丈夫なのかな。女の子たちが見たら嫌な気しそうだけど、一体誰が書いたんだろう。これ座席表見たら誰が書いたかわかるって感じかな。他に別に、あ、音楽プレイヤー、ああ、アーティスト名ノーネーム、曲名空と風。このアーティストの曲ばかり入ってる。清子さんはこの人のファンみたいだ。なんでこんなさ、音楽プレイヤーの中身まで覗けちゃうわけ。すげえ距離感近いじゃん。まあ特に調べるところはないね。こっちか。え、どこだ。あ、ここか。バイク。この虎柄のバイクは、しんのすけが乗ってたバイクと同じだ。私近くで見てたから間違いないよ。じゃあこの近くにしんのすけくんがいるってことかな。なるほど、探すか。あ、なにこれ。あ、いたわ。あそこにいるのはしんのすけくんの見た目、私めちゃめちゃ好きなんだけど、どうしよう。ちょっと虎の被り物をかぶっているギャップがたまらなく可愛いんだが、ちょっと推しになりそう。ザザザ、あれはしんのすけだな。なんか店に入っていったぞ。追いかける？でもなんかお店の入り口に怖そうな人が立ってるよ。私たちが行って入れてもらえるかな。確かに。まあしんのすけも入れたんだし、とりあえず行ってみようぜ。ザザザ、すみません、俺らも店に入れてもらってもいいですか。なんだお前ら、こわもての男。ここはお前らみたいないい子ちゃんが来るような場所じゃねえんだよ。とっとと帰りやがれ。ねえ、なんかやばくない？大丈夫です、僕に任せてください。僕たちがいい子に見えますか？こう見えてもヤンキーなんですよ。はぁ、おいガキ、からかんじゃねえぞ。なんだかますますやばい空気が流れてきました。とにかく逃げよう。すみませんでした。だったた、作戦失敗でした。入れてもらえなかったね。私たちじゃ場違いだったみたい。なあ、でもしんのすけくんに話を聞くためにはあの店に入らないと。そうですね、どうやって店に入りましょうか。どうしたもんかね。おお、理事長が多分アブさんの店に来てるんだろうな。ちょっと待って、他に変化はない？他に変化はない。先生は残ってるけど、ここだね。じゃあここ行こう。えい、バー。おお、いるわいるわ。なんか理事長が都会のバーにいるってすごい新鮮。あれって理事長先生？理事長がどうしてバーにいるんだ？あら、おかえり。君はどうして理事長先生がここに？ああ、トールちゃんは昔からの常連さんなのよ。トールちゃん。おい、アブ、その呼び方はやめろと言ってるだろう。もういいじゃない。幼馴染なんだし。だからといって、生徒の前で恥をかかすんじゃない。あれ？じゃあ、アブさんの幼馴染ってことは、じゃあ、おじいちゃんじゃなくて、お父さんか。なんだっけ、黒木、
黒木生徒会長のお父さんってことか。あ、ごめんなさい、なんか髪の毛がさ後ろの方白かったからおじいちゃんかと思ったけど、でもここが幼馴染だったらそうだよね、お父さんだね、ごめんね。相変わらずテレヤなのね。理事長とアブさんは幼馴染だったのか、初めて知った。なあ君。あ、はい。ここで見たことは学園の生徒には黙っておくように。いいな。わかりました。そうだよね。あ、でも別に何もないのか。あー、何もないのか。じゃあ何、うん、方法を探すって言ってもな。うん、はあ、さっきの人怖かった。大丈夫？うん、でもあの店に入ればしんのすけくんに直接話が聞けるんだよね。いい子ちゃんが来る場所じゃないって言われちゃったけど、どうすれば入れるのかな。あ、わかった、あれだ、こっちの、こっち、あ、こっちじゃないわ。こっちの、このヤンキーの服で、ヤンキーの、ん？ヤンキーの服？違う、ヤンキーの、え？もういいや。ここは服屋さん。ああ、すごい服。ザ・ヤンキーって感じのファッションだね。ヤンキーのファッションか。そうだ、俺たちもしんのすけみたいな格好をすれば、店に入れてもらえるんじゃないか？え？さっき店に入ろうとしたとき、いい子ちゃんが来るような場所じゃないって言われたんだ。ってことは、俺らがいい子ちゃんに見えなければいいんじゃないか？それって、ヤンキーになりきるってこと？そういうこと。さすがに無理じゃね？僕はキスケくんの意見に賛成ですよ。何より面白そうですし。そうは言ってもな。またヤンキーに絡まれて怖い目には会いたくないし。だったらさ、みんなで行くんじゃなくて少数で行くのはどうかな。え？ほら、私たちさっき追い返されたばっかだし、全員で行ったらさすがに怪しまれるんじゃない？それもそうですね。ですが一体誰が行きますか？私行ってみようかな。え、本当に？怖いって言ってたのに。あ、でもちょっとルイちゃんのヤンキー姿気になるね。あの女ヤンキーの格好してほしい。え、ルイちゃん大丈夫？うん、マチちゃんはウサギの格好して頑張ってくれたし、次は私が頑張る番かなって。ルイちゃん無理しないでね。大丈夫、みんなの役に立ちたいから。あ、かわいい。く、頭を抱える。じゃあ俺とルイちゃんの二人が変装していこうぜ。うん。それではここは二人に任せましょう。俺たちはパパッと変装してくるな。行ってきます。これ見れる？立ち絵で変わる？ザザザ。それからしばらくして、どうだ？別に似合わないわけじゃないし、むしろかっこいいんだけど、なんだろう、なんか面白くて笑いが止まらん。どうしよう、直視できない。なんだろう、別になんか面白いわけじゃないんだけどな。何なんだろうな。どうだ？今あのキスケくんの方を視界に入れず3分くらいルイちゃんのことを眺めちゃったわ。あー、かわいすぎる。ちゃんとヤンキーっぽくなれてる？おお、いいんじゃないですか。うん、ちゃんと変装できてると思うよ。キスケはマジのヤンキーにしか見えないな。それはむしろいいことだろ。よし、これで店に突撃するぜ。普通にかっこいいな。たまんねえわ。ちょっと、一旦落ち着こう。ちょっと興奮しすぎた。
よし、じゃあ行こう。こっちか。はい、よし行ってくる。頑張ってね。健闘を祈ります。ルイちゃんファイト。任せて。わーわーわー、おへそさぶるかさしむらさーしゃーへー。ルイちゃんの立ち絵が見るたびにこういう風にやばい女になりそう。あのへそ出しファッションがあまりにも似合いすぎるな。ルイちゃん、ちゃんと雰囲気もヤンキーっぽくね。雰囲気、わかった。ザザザ。おい、なんだお前ら。うちら、この店に入りてんだけど。おめえら、見ない顔だな。そんなこと別におめえには関係ねえだろ。早く中に入れろよ。キスケ君、そんなこと言ったら怒っちゃうよ。大丈夫だよ、これぐらい言った方がいいんだって。ずいぶん生意気なやつじゃねえか。まあいいだろ、入れてやるよ。ありがとうございます。バカ、ルイちゃん。ありがとうございますだ。お前らよく見たらさっきのやつらじゃねえか。バレちまったか。ごめんなさい。お前ら、いい加減しつこいぞ。すみません。実は、私たち聞きたいことがあって。さっき、この店にしんのすけくんが入っていきましたよね。あいつは最近よく来るな。彼は一体何をしてるんですか？なんでしんのすけのことがそんなに気になるんだ？私たち、彼の友達で、最近ずっと学校に来てないから心配なんです。詳しい事情は知らねえが、あいつ、この辺りのヤンキーの情報を集めてるみたいだぜ。どうやら誰かを探しているようだったが。誰かを探している？それって、もしかして、しんのすけくんがヤンキーを襲ってる理由と関係があるんじゃ。なあ、多分な。その誰かって一体。そんなの知るかよ。あいつに聞けばいいだろう。じゃあ、俺たちを店に入れて、しんのすけに会わせてくれよ。はあ？何言ってんだ。あいつはもう裏口からどっかに行っちまったぞ。そんな。マジかよ。しんのすけがどこに向かったか知ってるっすか？そういや、公園で待ち合わせがあるって言ってたな。ほら、教えてやったぞ。もういいだろ。さっさと行け！おじさん、いろいろ教えてくださってありがとうございます。なあ。公園か。多分ルイ君が可愛いから教えてくれたんだろうね。さすがルイ君の美貌には誰もかなわないね。急いで行ってみよう。だだだ。よし。それからしばらくして、ここにしんのすけがいるって話だったよね。そう言ってたよ。ブツブツ。なんか猫がいるね。奥から話し声が聞こえますよ。あれはしんのすけだ。先輩なんだ。誰かと話している？女の人？うちの学園の生徒でしょうか。どうしてしんのすけがあんな綺麗な先輩とは。なんだかいい雰囲気。それで今日はどうしたの？こんなところに呼び出して。それは、お前にこれを渡そうと思って。これって、
しんのすけくんが何かを渡しましたよ。あれは封筒でしょうか。封筒？本当にすまなかった。俺のせいで。もう泣かないでよ。過ぎたことだし諦めもついた。私は気にしてないよ。でもえ、なんだこの状況。なんか結構素直な子だよね。素直な子だからなんか難しいな、キャラ作りが。あのしんのすけが泣いて謝ってる。でも先輩の方は怒ってるんじゃなくて、むしろ笑顔というか優しい表情をしてる。あ、先輩が封筒の中身を確認しましたよ。あれ、なんか先輩の様子が。おいおい、今度は先輩が泣き始めたぞ。泣き始めたどうだって。すげえ語尾になっちゃって。おいおい、今度は先輩が泣き始めたぞ。一体何が起きてるんでしょう。しんのすけ、これどういうつもり。私はこんなもの望んでない。こんなものいらない。バサバサ。あ、先輩がしんのすけくんに封筒を突き返した。って、あれはお金？しかも結構な額。二人の間に何があったんだろう。この状況、わけがわかりませんね。もういい、私帰るから。待ってくれ。頼む、せめてこれだけは受け取ってくれ。そんなお金絶対に受け取らないから。くそ。あ、二人とも帰っていったみたい。何だったんだろう今の。最初はすごく穏やかでいい雰囲気だったのに、お金を見た途端すごく険悪な感じになったね。そうですね。もしや修羅場というやつだったんでしょうか。修羅場？あの先輩としんのすけが付き合ってるってこと？いや、まだ確証はありませんが、ただごとじゃないことは確かです。そうだな。一体二人の間に何があったんだ。よくわからないけど、しんのすけくんのドッペルゲンガーの動機にはあの先輩が何か関係してるのかもしれないね。私もそう思う。あのしんのすけくんが泣いてたし。じゃあ二人の間に何があったのか調べてみる。そうだな。ですが今日はもう夜も遅いので調査は明日にしましょう。了解。翌日。じゃあ今日はこんくらいにしましょうかね。ご視聴ありがとうございました。いやもうさ、本当に毎回なんだけど、このわさびゲーム、私の好きなビジュアルのキャラクターが多すぎる。もうね、いろんなキャラクターがいろんなキャラクターとイチャラブし始めるのを見ると大嫉妬です。ってことで次回に続きます。おつぴよです。